日本株がガチでやわちでございますね。はい、ということで金曜日の株どうやったとですね見たくないですね。<laughs> 休みなのに見たくないですね。見ましょうね。はい、金曜日の日経平均こんな感じでここで始まったじゃん37,446件から始まってとかとかジョカ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 なかなか5番になって でもリバル気配なし3万6000割れちゃったーっていう日足はこんな感じでズドーンって落ちております5%くらいなんか落ちたらしいですねあのブラックマンデーでしたっけなんかなんとかショックみたいななんとかショックくらいやばいらしいです指数で5%下がるのは本当にやばいっていうのを聞きましたねちなみに月足はこんな感じでああそうなんですよね ここ終わっっっちゃったんですよねっていうあとは最近トカトカやった分をちょっとこうガッカガッカガッガーっガガて落ちるのかにゃみたいなまあ月曜次第ではもちろんあるっちゃけどちょっと先物も,もちょっと今やばいらしいのでね5%下がって日本株緩和会長 っていいう状態でございますちなみにドル円もこんな感じで円高になっとっちゃうね今まだ148円やけんこれが円高かって言われたらちょっとわかんないんですけどジョカジョカだよっていう週足がこんな感じでああここですよねドーンってここ、うん、ここあいやここかもいやわかんないですけど130円か ちょっと下が強いですねっていう状態でございますまだまだ月足レベルだったらまだちょっと上昇なのかなこれは150円はちょっとま 150, 150のここですね151とか150.9とかはね何回もこうなっとった部分っていうのは懐かしいですね神田ちゃんがまたなんかあの 内閣ちょっと分かんないですけど神田ちゃんがなんかまたいるよっていうことでそれも関係あるとかいな上田ちゃんかな分かんないですけどそういうなんか日銀のなんかそのお金お金どうするか問題っていうのを決定する人たちっていうのもなんか関係してきてるので神田ちゃん上田ちゃん問題ですねっていうドル円ですねあこれは本当にそうなんであの上田ちゃん神田ちゃんの発言によってもうファーってあの変わるんで <laughs> ドル円ですはい ジョガジョガだよ円高になってるよ俺たちの労働の価値が上がってるようですね日本的にはいいのか日本のね円のあれが上がってるって円の価値が上がってるってことやけんまあいいのかなっていう円高ですね、はい、こんな中トカトカだったよっていう株ありますね j v g 県運うん日ハムコナミググループですか同志社エディオンらしいです まあでも2%とかですもんね。この JVC って何ですかおお、ストップ高になっております。何があったと決算があったとですね。営業利益は60.2億ね。前年同期費20%増えとったよ。なんか好調ですよ。ですね。円高は業績にプラスらしいです。円高メリット銘柄らしいですね。ああ、よかったったい,いね。冷やしこんな感じで、ここのラインですね。 上抜けてきたよでございますね。中足はここ抜けてきたよ。ほぼ下落の中、剣ウッドが剣ウッドしとったよっていう。はい。金曜日の河合町、ジョカジョカ銘柄。台湾、東京製衣 楽天銀行。はあ、九州フィナンシャルグループ国際エレでございます。九州見てもよかですかあいあれですね。地銀でございますね。はい。日足がこんな感じで、おぉ、下落トレンドでございますね。週足は、ここですよね。796くらいまで、うん、なんかストーンって行き、ああ、もう PTAs に入る746でも、もう終わりだよ <laughs> って思っちゃいますね。わかんないですけど。金足は、今までが九州、九州、九州、ファーファファファ,ファ って感じやったとかいなちょっとわかんないですけど <laughs> 決算はこんな感じでまああれですね楽天銀行ですね銀行株がちょっとうわあやったんやかな冷やしがこんな感じでトーントーンここまで戻したっていう感じですね PTS2800 円までおお、ここですねかわいちょ銀行ですねああ大和証券ですね証券でございますね 決算がオンって感じだったんですかね5%増益でしたよですねそんなにうんって感じでしたでもういらないこのガブってなりましたもう一押した冷やしがこんな感じでドーンですね中足はおおかわいいちょ1000円割っちゃったよっていう大和証券でございますね おー利回り4%ありますけれども皆さん後輩当株もう興味ないでしょう分かっとうよこっちはあの後輩当興味ないですか皆さんもしかしてあの短期でキャピタル狙えてって思ってるタイプですかあ一緒ですね <laughs> あ,のあんまり後輩当株なんかあんま見られないというか,なんか後輩当株興味ないのかなって思って まあ4、4%ありますよっていう大場証券でございます。金曜日のバリカワイチョウジョウジョガ柄トヨタオリエンタルランド SMC ルネザスブリジストンでございます。オリエンタルランド冷やしこんな感じでこのレンジうねうねドンドンドンですね。週足もトントントン,トンあ、200日移動返金線をちょっと割れちゃったー。PTS3800 円でカワイチ ミッキーがミッキーしてるかわいょうでございますね。はい、トヨタ自動車は2508、うん。はい、トヨタ自動車もやわじでございますね。トン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 2551円 PTS でございますね。ああ、わかったわかった。2500円降りたら、あの、売るわ。 もういってるんで、私、なんか、この辺で買ってる気がしますね。もう、知らん、売る、もう、トヨタ、もういっといけど、私、売ろうかなって、今、思いました。まあ、月曜次第ではあるんですけど。もう、知らん。トヨタ。ジョーカージョーカー。 かわいう。金曜日のわちゃわちゃ銘柄、日経レバー UFJ 三菱重工トヨタアドバンテストでございます。やっぱりね、日経レバーをショートした人は結構うまかったですね。できなかったですね、さすがに。ドーンですもんね。日足が、1分足がこんな感じで、ここでショートしとって、昨日デイトレでここで切っとったらバーですね。結構。 うまかったですね、はい。っていう状態の日経平均、やばち状態になってますね。パニック売りですね。私もパニック売りしちゃったんですけど、パニック売りが売りが売りを呼んで売られてるっていう。まあちょっとね、ちょっとちょっと、うん、株離れてみてもマジでいいのかなって思いますね。ちょっと様子見て、また下げ止まって、また上がり始めたらバーですね。 あの、あれしようかなっていう。ショートする、あれうーん。わかんないですね。まあでも、あれだな。25万負けてるんですよね。今月、8月に入ったんですけど、やばいですね。ダメですね。デイトレってやばいですね。あの、別にギャンブラーじゃないんですけど、ディスコっていう株があってたな。それをちょっと。 ロングしたり、ショートしたり、ファーファーファーってやったらやられちゃいましたね、普通に。買った方向の逆行くんですよね。これって、機関投資家に狙われてるんですよね。っていう。はい。見られてるんですよね、おそらく。大口に見られてるんですよ、私。だから逆の方向に行くんですよ。っていう。はい。あの、こんな感じで株 <laughs> こんな感じで株の話をちょろちょろってしたチャンネルでございますの、ね、でまた動画作ろうかなって思いますのでよかったらチャンネル登録と高評価の方をしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。あと毎朝株どなっておいててライブしておりますのでお時間ある方ぜひ遊びに来てください。あの本業を頑張りましょうっていうことで <laughs> まあこういうね暴落もねまあ株ってトントコトン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 って上がっていくもんじゃないらしいのでたまにはこういうなんか暴落もね あれですね、まあ今思ったらニーサがファーファーファーの年初が1月くらいの年初が結構頭あの上のあれ天井だったのかなって思ったらばですねやっぱりニーサって国が考えたもにゃんにゃんなのかなっていうっていうなんか意見もあるらしいですね知らんけどはい終わります以上です